の北側、坂の途中にある屋敷のことは以前から気になっていた。人を寄せつけないあの雰囲気、きっと変わった人が住んでいるのだろうとそう思っていた。でも現実は想像をはるかに超えていた。まさか1万年前に地球に不時着した宇宙人が暮らしていたなんて。そして今日もまた私はその屋敷のガレージに向かっている。さあガレージに着いた。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。こんばんは。ピートちゃん。ああカオルさん、ピートを捕まえてください。ああもうどんくさいわね。カオル、またピートにバドミントンのシャトルを取られちゃったじゃない。ああガレージの中でバドミントンして遊んでたんですね。そうなのよ、新一が全然相手にならないけどね。いやボッコさんのスマッシュが強烈すぎるんですよ。シャトルに鳥の羽を使ってるでしょ。それでピートがすぐ口にくわえて持ってっちゃうんです。噂をすればシャトルの羽をむしり取ったピートがドヤ顔で戻ってきた。バドミントンか、子供の頃公園でよく遊んだな。それに去年の12月、世界のトップ選手が出場する BWF スーパーシリーズファイナルズで男子シングルスの桃田賢斗選手と女子シングルスの奥原希望選手が男女それぞれ日本人で初めての優勝。今年のリオオリンピックに向けて俄然期待が高まるわよね。そうですね、楽しみですねオリンピック。あれそういえば絵の博士は。あいやいやカオル君、博士トサカが出てますよ。えそうかなそう、ええバッチリ出てるわ。宇宙人だってバレバレ。ああもうカオルさんのこと意識しまくりですね。別にカオル君のこと意識しまくりなんてしてないからな、はあ、全然胸がときめかないツンデレだ。もうやりにくいわねカオル。ちょっとメガネを取って変顔しなさい。変顔？変な顔よ。ほら早くして。はい。あいん。はすごい顔。あれ急に気持ちが萎えたというか、カオル君を見てもドキドキしないぞ。美人の変顔ってインパクト強いですもんね。やれやれトサカも戻ったし、これで元通りね。でも本当に元通りになったか試しにカオルと二人で便利カーで出かけてみたら。じゃあそうするか。では今日は今注目のスポーツバドミントンについていろいろ見に行くとしよう。さあ行くぞカオル君。はい。あピートも連れてってね、この子すぐ勝負の邪魔をするんだから。ボッコさんまだバドミントンするんですか。だってピートがシャトル全部壊しちゃいましたよ。気が利かないわね新一、あんたが新しいシャトルを買ってくるのよ。ほら早く買いに行って。もう人使い荒いな。では俺たちも出かけるとしよう。シートベルトを締めたらヒアウィーガー。Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me down. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りします。東京の撮影スタジオに到着したよ。でここの楽屋で待ち合わせをしているのが N 博士。やあはるかちゃん久しぶり。あ、美濃羽はるかさん。そうハリセンボンの美濃羽はるかさんだ。美濃羽さんバドミントンにお詳しいんですか。実は私中学高校とバドミントン部だったんです。中学時代都大会でベスト16になったこともあるんだよね。ま、団体戦ですけどね。はるかちゃんバドミントンの魅力を語ってもらえるかな。よろしくお願いします。はいいいですよ。
校の部活って、はい、結構本気でバドミントンやるっていう感じの部活だったんですか？そうですね、私の2つ上の学年の先輩がめちゃくちゃ強くて全国大会行ってたんですよ、すごい強豪校だみたいな空気があって、はい、なのですごい練習もきつかったですし、結構学校の中でも他の野球部とかよりもその練習日数が多いっていう感じで。野球部ってでも結構厳しいですよね。そうなんですけど、野球部意外とサボってんじゃんって思ってましたからね私もっと厳しい、もっと厳しかったです、はい、具体的にどういうことやったんですか？基礎練習みたいな、永遠とスマッシュ打ち続けたりとか、走り込みみたいな筋トレみたいなのもやったり、はい、ヘアピンっていう向こうのネットにちょこんと落とすっていう技があるんですけど、はい、それをもう延々とやるっていう練習とか。それってきついんですか？体力的には楽なんですけど、はい、気持ち的にしんどいこれずっとやるんだみたいなメンタル的はい、でまあ試合になると あれが重要だったなみたいなのなんとなく分かるようにはなるんですけど、やってる時はこれ何やってんだろうみたいな感じでやってましたけど繰り返して、はい、何が楽しかったんですか？もう笑っちゃってますけどねすいません、はい、そうですね、なんだろうな、私が結構感情が表に出ないタイプの性格なんですよ、はい、何考えてるか分かんないってよく言われるんですけど、なんかそういう人にはすごいバドミントンって向いてるみたいで、はい、はい、そのバドミントンってなんかこう心理戦みたいなところが結構あって、負けてる時も負けてませんみたいな顔した方が有利だったりするんですよね。なんでですかなんかその勝ってるのに相手全然動揺してないじゃんみたいなのが逆にその勝ってる側にプレッシャーを与えたりとかして、結構そのポーカーフェイスでいることが重要だったりするんですよ。そうなんですか、はい、私も別に意図的にやってるわけじゃなくて、もう性格で感情が出ないだけなんですけどだ負けている試合でも相手がだんだんなんか動揺してきて、はい、こいつ負けてんのに全然動揺してないなみたいななんか秘策がもしかしたらあるんじゃないかってこう相手にうまく思わせることができて、それでなんか後半に逆転するみたいなことが結構よくあったんですよ。じゃあ相手にそのポーカーフェイスがプレッシャーになるっていうことですか？はい、そうですね、プレッシャーを自然とかけてたっていう私にはすごい向いてるスポーツだったなと思います。私あの普通のなんか羽根つきみたいなノリでしかやったことがないんですけど、はい、その本当にスポーツとしてのバドミントンって全然違うですか？はい、そうなんですよね、やっぱそこがやっぱそのバドミントンの不思議なとこで、はい、やっぱ入り口はみんな公園で家族とか友達と行くよみたいな感じでこう爽やかなイメージあるじゃないですか、はい、でも部活になると本当にスポーツに入っちゃうと本当に体育館で完全にその暗幕を閉めるんですね。まず暗幕を閉める、あの体育館内のカーテンを閉めてその光が一切入らない状況にするんですよ。なんでですか？その光がちょっとバドミントンにとってこう上向くじゃないですか、あ球を打つ時に、はい、その時に光が入っちゃうとこうわーって一瞬羽がシャトルが見えなくなるんですね、はい、それを避けるために体育館の電気だけにする、はい、であと風も邪魔なんですよ。あ、風も入らないように扉も窓も全部閉めるっていう、すごい閉じてある。そうなんです、光と風を完全に遮る世界に入っちゃうんですよスポーツになると。白い服とか着て爽やかにやってるイメージだった、はい、そのイメージはそうなんですけど、もうやってる側からしたらもう本当に光も風もない世界っていうすごい、そうですね、なんか不思議なとこですね。すごい意外ですね、はい、全然そのギャップがあるスポーツですね。部活やってる間のなんか印象に残ってる出来事ってありますか？ダブルスの練習してたんですけど、はい、私と組んでる子の振ったラケットが私の鼻にダンって当たったんですよ。で、すっごい鼻血が出てその場でちょっとごめんって言って病院行ったりとかしてすごいその日休んじゃったんですけど。大丈夫だったんですか？それは、はい、一応なんとか大丈夫で骨折とかもなかったんですけど、次の日からもうでっかい顔半分ぐらいの面積のバンドエイドして学校行ってもうクラスメイトがざわざわみたいな感じで行ったんですけど、でまあそのおかげで、はい、なんかそれ以降鼻がなんかバシバナになったんですよちょっとこう鼻の中央がポコンって出てるんですよ、はい、それのせいなんですか？多分それ以降だと思うんですよね。でもワシバナってなんかちょっと憧れみたいなのもあるじゃないですか、ち
とかっこいいっていうか、ちょっと西洋の方のイメージあるよね。あ、わしばなになれたみたいな感じで、なんかダブルス組んでた子にも、はい、ありがとうみたいな。めちゃくちゃポジティブです。はい、そうですね。なんかバドミントン初心者の人へのなんかアドバイスってありますか？だいたい公園とかでやると思うんですけど、はい、一回体育館で本物のシャトルを使ってやってみると、なんかこう体に感じるものが全然違うんですよ。なんかこうシャトルのスピードも出ますし、飛距離も伸びるんですよ全然。だからその公園でやってるよりも体育館で、まあ、ラケット借りたりとかしてやると、自分が多分10倍ぐらい上手くなったような感覚になると思うので。そんなにですか？そうなんです。だからぜひ一回そのちゃんとした施設でやってみてもらいたいなと思います。プラスチックの羽しか見たことがないんですけど、はいはいはい、シャトルってあの本当にコルクに羽がついてる、あ、そうです、あの羽がこう刺さってるやつ。やっぱ違うんですか？全然違いますね。その音も違うんですよ。うまく打てた時に、はい、パーンってすごいいい音する。すごいいい音するんですよ。だそれをぜひ聞いてもらいたい、自分で鳴らしてもらいたい。それちょっと気持ちよさそうですね、はい、そうなんです。それを打つとやっぱちょっとやめられなくなるんですよね。あのパーンもう一回聞きたいみたいになるんですよ。プラスチックだとちょっとパーンっていう音は出ないので、ぜひね、あのちゃんとしたシャトルで一回やってもらいたいです。体育館で、はい、真っ暗にして、真っ暗にしてもう光と風を遮って一回やってください。ちょっとやってみます。はい、possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I need you, and to me the day is fine. And then I kiss your lips and the tumble becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Could there be any doubt? Any reduced day and day. ピートの不思議なガレージ。ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランの麓にあるフランスのリゾート地チャモニーはカーレースの街としても知られている。その街の名前にちなんで生まれたのが三菱デリカ D5 チャモニー。この冬のチャモニーは待望のクリーンディーゼルを搭載し、低燃費と力強い走りを実現。木目調のインテリアと天井に装備されたリラックスルームイルミネーションはチャモニーの名にふさわしいリゾート気分を演出してくれる。三菱デリカ D5 冬の特別仕様車チャモニー登場。今話題の三菱アウトランダー PHEV を1泊2日無料で試せるキャンペーンやってます。体験者からの声も続々届いています。結婚記念日に夫婦で遠出をしてきました。懐かしい道を2人でドライブしましたが、夫は
アウトランダー PHEV の走りの凄さに終始興奮気味でした。電気を使ってモーターで走る新感覚のドライビングフィールをぜひ味わってみてください。レッツ PHEV 一泊二日無料モニターキャンペーン実施中。さあ、あなたなら何して楽しむ？詳しくは三菱のお店へ。よしよし、カオルくんと二人きりだが、トサカも出てないし、今のところいつも通りだ。ああ、ミノワさんのお話面白かった。どうしたんですか、博士、ミラーで顔を見て。ああ、なんでもないよ。ではお次は、ほら、バドミントンの歴史にヒアウィーガッハッハッハ。さて、17世紀のイギリスにやってきたよ。あっちの庭先で女の人が羽根つき遊びをしてますよ。あ、ピートちゃん。ではどんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置をつけて話を聞きに行こう。スイッチオン。それ行ったわよ。ああ、いけない、また落としちゃったわ。あら、かわいい猫、シャトルコックにじゃれついてる。ああ、どうもすみませんね、うちの猫が。あの、今お二人がしていた遊びは？バトルドー&シャトルコックよ。バトルドー&シャトルコック、知らないの？イギリスでは古くからある遊びよ。コルクに鶏の羽をつけた玉、シャトルコックをこのバトルドーで打って遊ぶの。ちょっと見せてください。日本の羽子板や卓球のラケットみたいですね。バドミントンの起源は諸説あるが、原型として最も有力なのがイギリスで古くから伝わる遊び、このバトルドー&シャトルコックだ。バトルドー&シャトルコックの遊び方は、一人でどれだけ長く打ち続けることができるか挑戦したり、今みたいに二人で打ち続けてみたりするのよ。打つ回数を競う遊びだったんですね。ではお嬢様方、失礼いたします。ほれピート、シャトルを口から離せ。まだネットも張られていなかったし、競技というよりは遊びって感じでしたね。うん、では次に行くとしよう。ヒアウィーゴー。19世紀中頃のイギリスにやってきたよ。わ、大きなお屋敷。ここはバドミントン村。目の前にある宮殿のような屋敷はボーフォート公爵の邸宅、バドミントンハウスだ。おお、名前からしてバドミントンに大きく関係してそう。そうだろう。では中に入ってみよう。ご覧、貴族たちが大広間でバトルドー&シャトルコックで遊んでいる。あ、ラケットが木の板じゃなくてテニスラケットになってる。はっ。このバトルドー&シャトルコック、打つ回数を競うのもまあ楽しいけど、だんだん飽きてくるよね。わかる。なんかさ、続けば続くほどキレがないっていうか、もっとこう刺激が、メリハリが欲しいよね。じゃあさ、二人が打ち合う間にロープを張ってみたらどうかな。お、超いいかも。それ、ロープの上を越すように打ち合って、先に失敗した方が負けってことだ。超面白そう。あと得点とかのルールも作っちゃう。超いいと思う。と、まあこんな感じで現在のバドミントンに近づいていったわけだ。なるほど。このバドミントンハウスで遊びから一つスポーツとして進化していったことから、バドミントンと名付けられたんですね。そういうことだ。この後1893年、コートの広さなどルールを統一するために、ロンドンで世界初のバドミントン協会が作られた。そしてその6年後
1899年栄えある第1回バドミントン全英オープンの会場にやってきたよ。1893年に統一されたルールをもとに開催された最も古い世界大会だ。全英オープンが世界大会だったんですか？そう、1977年の世界バドミントン選手権大会が始まるまで実質上の世界大会だった。もちろん今でも最も歴史のあるこの全英オープンは権威の高いトーナメントだ。日本人では1969年全英オープン女子シングルスでバドミントン女王と言われた由紀ひろえが初優勝している。ちなみに彼女この大会で4回優勝している。つまり4回世界一に君臨したのだ。そんなすごい選手がいたなんて、まさに女王ですね。でも今も楽しみな選手がたくさんいますよね。そうなんだよね。ではそろそろ現在に戻ってバドミントンの話を聞きに行こう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。シャモニーはフランス東部にある町、正式にはシャモニーモンブラン。ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランのふもとにあるリゾート地だが、凍った道を走るアイスレースやラリードシャモニーなどカーレースの街としても知られている。その街の名前にちなんで生まれたのが三菱デリカ D5 シャモニー。この冬のシャモニーは待望のクリーンディーゼルを搭載し、低燃費と力強い走りを実現。洒落たコテージを思わせる木目調のインテリアと天井に装備されたリラックスルームイルミネーションはシャモニーの名にふさわしいリゾート気分を演出してくれる。三菱デリカ D5 冬の特別仕様車シャモニー登場。今話題の三菱アウトランダー PHEV を一泊二日無料で試せるキャンペーンやってます。体験者からの声も続々届いています。結婚記念日に夫婦で遠出をしてきました。懐かしい道をドライブしましたが、夫はアウトランダー PHEV の走りの凄さに終始興奮気味でした。家族で一泊二日の温泉旅行に行ったんですけど、 PHEV の燃費の良さにびっくりしました。往復460キロ、途中サービスエリアで充電もしましたけど、使ったガソリンが思ったよりも少なくて、これなら月1回の旅行も夢じゃないですね。初めてのキャンプで PHEV の 1500W 給電機能が大活躍でした。夕食はホットプレートを使ってバーベキュー、食後は電気ケトルでお湯を沸かしコーヒーを入れて、ちょっと贅沢な休日でした。レッツ PHEV 一泊二日無料モニターキャンペーン実施中。さあ、あなたなら何して楽しむ？詳しくは三菱のお店へ。さあ着きやしたぜ。ここは代々木第二体育館ですね。おお、いたいた、小倉さん。 N 博士、こんばんは。もちろん知ってるよね。元バドミントン選手の小倉久美子さんだ。当たり前じゃないですか。小倉久美子さんと塩田玲子さんの女子ダブルスペア、オグシオペアといったら、素晴らしい戦歴と圧倒的な人気で有名です。そうなんだよね。2006年のアジア大会と2007年の世界選手権では銅メダル、全日本総合選手権ではなんと5連覇だからね。改めて聞くとすごいですね。そんな小倉さんにバドミントンの試合についていろいろ教えてもらうとしよう。小倉さん、よろしくお願いします。はい、いいですよ。小倉さんって2008年の北京オリンピックでオグシオとして出場されてましたよね、はい、試合で見てたんですけど、コート内で話したりもするんですか？レイちゃんとですか？はい、あ、します、します、もちろん。どういうことを話すんですか？例えば緊張してたりとかすると、あ、緊張してる、大丈夫とかって声かけてくれたり、
まあ、緊張すると結構ミスが多くなったり頭が止まったりとかもするし、頭が止まると結構体まで止まっちゃうんですよね、うん、で一連の動作なんで、そういうのをリラックスさせるのによくやってたのは、とにかく長いラリーを一回しようかって言ってくれて、その結構ミスをしやすいのって展開が低くて早い展開だとミスをしやすいんですよ、はい、だけどこう大きな展開に持っていくと結構そのミスをしにくくて、でさらにそのコートの四隅の大きさっていうものの感覚がつかめるんで、そういう意味でちょっと大きな展開をしようかっていうことを言ってくれたりするのもあるし、まあ、自分たちのプレーがうまくいかなくなって相手に読まれ出したりとか相手のパターンにはまり出したりすると、ちょっと今これハマってるからこういう風な展開に変えて一回様子見ようとかっていうことも話すし、あとはそれこそ相手のペアの片方がすごい緊張してたりミスが多かったらちょっとあっち狙おうとか、もう全然いますねそれは。とかあとはここまで私が取るからここ張っていいよとか、張るってどう、山を張るみたいな感じで、どっちに来るだろうって考えちゃうといろんな注意をしなきゃいけないじゃないですか、はい、でも一箇所だけある程度こっちに8割型重点を置いてこっち2割でいいやっていうような考えに変える時があるんですよね。そうなると8割の方を山張っていいよっていう、でもその後のフォローはこっちがするからっていうような感じだったりとかですかね。ダブルスだとやっぱりペアの相手との相性っていうのも大事ですよね。あると思います。でも私はもうずっとレイちゃんとばっか組んでたんで、はい、あんまり他の人と組んだ経験は正直はないんですけど、でも初めて組んだ時の感触がすごい良くて、まあ、もともと私シングルスプレイヤーだったん でダブルスに転向する時までずっと両方やってて、はい、でシングルスしか知らない人がダブルスを組んだ時にすごい合うなと思ったのがレイちゃんで、だから正直その右も左も分からない状況でこんなにも合うんだって思えたっていうことはすごい相性が合うんだろうなってやっぱ思ったし、で2人とも身長が高いんですよね。だから攻撃のテンポとかがすごい合うし、あとはやっぱローテーションっていう2人の回り方とか考えてることっていうのかな、やっぱ1人がこうやってやっても1人がそれについていかなかったらうまく回れなかったりするんで、そういうなんかローテーションの回り方もすごいスムーズで、そういう部分では結構こう言葉にしなくてもこううまくいくなって思えたペアだったんで、だからそっからすごいこうちゃんと組むようになってやるように、練習もしっかりやるようになってからは、あ今絶対緊張してるんだろうなとか、今体動きにくいんだろうなとか、怪我して動きが悪いなとか、なんかいろんなのが分かります。分かるんですか？言葉で言わなくても大体の雰囲気と大体の動き方ってある程度分かります。ずっとシングルスでやられてて、うん、ダブルスってなると全然違うものですよね。そうですね。なんか昔は高校生の時まで言われたのは、なんかシングルスのトッププレイヤーが一緒に組めばダブルスは強いんだみたいなこと言われてたんですよね、はい、でそれで私もシングルスでだいたい上の方に2位とか、まあ、優勝はしてないんですけど高校生の時に準優勝とかしてたんで、でレイちゃんも優勝したりとかシングルスで、本当強いシングルスすっごい強い選手だったんで。そうなんですねでそれで一緒に組んでっていうので、確かにシングルスプレイヤーが一緒に組んだら強いっていうのはなんとなくやっぱり分かったんですよ高校生の時に。だけど社会人入ってで1年目の時は勢いで新人だし背負うものもないし失うものもないからっていうので結構勢いでいけた部分から、2年目で初めて壁にぶつかって、はい、やっぱ今まで勢いでいけてたのが、もちろんその私たちの分析もされるし、ゲームを作る上ですごい浅いというか幅がないんですよねプレー自体に。で若い時って本当スマッシュが早いとか、なんかがむしゃらに追いかけてるとかそんなんでいけるんですけど、でもやっぱ2年目3年目ってなるとある程度、まあ、自分自身の弱い部分だったり分析っていうのも必要だし、相手との駆け引きのプレーの幅の広さっていうのがすごい必要で、それで2年目の時に初めて壁にぶつかってからダブルスの専属のコーチが来たんですよ、はい、うちのチームに。でそこで初めてダブルスを教えていただいてから、こんなにもシングルとダブルス違うかっていうのを分かって、なんか、まあ、シングルスは、まあ、1対1なんで、はい、相手のいないところに返す、で相手を動かすっていう、なんかこう単純っていうのもあれですけど、その中にもすごい駆け引きがあるんで、騙し合いみたいな相手との心理戦だったりとかするじゃないですか、はい、でもやっぱダブルスって自分対相手2人になっちゃうと穴ができるんですよね。穴が、だから2人がうまく意思の疎通をしながら今何をしたいっていうのが分かってないと逆に穴になるし、例えば私の動きがすごく速くてそのスピードはいいかもしれないけど、そのペアが私が急にスピードを上げるから、その私のスピードに対してちゃんと動かないとローテーションに穴ができるんですよ。
だから2人が同じことをしないといけない上に、基本的にバドミントンって打ってから2球3球先まで考えてるんですよ。相手がどういう風に返してきて次こうするみたいな。だからそこまで読んでるんですか。だいたいこういう風な展開をとりあえず3つぐらい、3つっていうかその3球目ぐらいまで考えながら、だから1球打てばいいっていう風にみんな思ってないんですよ。だからゲームをこう作っていくんですけど、それをダブルスでやるってなったら、私が打った球がどういう風に返ってくるかもわからないじゃないですか、はい、で私が打った球がペアに対してすごく厳しい球が返ってきてもダメなんですよね。だから自分が一番こう打ちたい球を打ってばいいってわけじゃなくて、ペアに一番打ちやすい球を打たなきゃいけないっていうところもあるんで、相手の2人のペアだけの心理を考えるだけじゃなく、駆け引きを考えるだけじゃなく、はい、もう一人の私のペアのことも考えながら動かなきゃいけないし、球出しをしなきゃいけないし、3球目まで考えなきゃいけないっていうのが、それが面白い、はい、すごい大変そう。そうなんです。何気にいろんなことを考えてるんで、でもすごい試合早いじゃないですか、スピードが、はい、もう打つたびにもう次の次の次、うんっていう、そうですね、考えてるってことですか。はい。で、なんか自分が打った球に対して自分がこう守るっていうのって自分のタイミングだから、はい、守りやすいんですけど、ペアが打った球に対して返ってくるタイミングも自分で測らなきゃいけないじゃないですか、はい、だからそれの準備とかも多分息が合ってる合ってないっていうのもあると思います。でも面白いですよ。速いしスピード感がある中で駆け引き、それをいろいろ考えるんで。シャトルのスピードって実際どれくらいなんですか。そのスマッシュっていう一番速さが出るショットっていうのが、はい、ギネスブックのその球技なんですよね、一応あれ、はい、シャトル羽なんですけど、はい、球技の一番速いって言われてる、その認定してもらってるんですけど、一番速いって言われてる初速ですね、493キロ。最初打った時の速さ。そうです、当たった瞬間なんでだけど自分の手元に落ちるのはもうだいぶ遅くなってます。でもちょっと試合見ててもちょっとすごい速いですよね。多分本当にその493キロ出した男子の選手の球を受けたら全く見えないというと思います、ですよね、はい、テレビで見てても今どこ行ったかなってなることがあるんで。あ、本当ですか。まあ状況にもよりますけどね。もうネットからすごい近い距離で打たれたら、はい、見えるのは見えるけど対応しきれないっていう感じで結構こう迷いながら構えてるんで、そういう意味では当てることは難しいですけど、シャトルに、はい、だけど後ろの方とか動きながら打ってると逆にまたそのスピードが落ちちゃうんで、そうなると大体、まあ、どっち、まあ、体を使った方向からするとこっちに球が出てくるだろうなとか、この人の癖ではこっちだろうなってなんかこう読んでるんで、打つ前に大体だから見えるし、その対応は全然できますね。I just found out about love and I like it, I like it, I like what love has been doing to meYou close in my arms and I like it, oh I like it, oh what a wonderful future I see. It's a one time only, it's a lifetime deal, and I know it's real, I can tell by the way that I feel, cause right now I'm living it up and I like it, oh I like it.You give me a clue. What's love been doing to you? Looks like you could be liking it too.
京都は渋谷にある日本バドミントン協会に来ちゃった。ここが日本バドミントン協会。いらっしゃい、N 博士。いやー、今井さん、カオル君、こちらはこの日本バドミントン協会 JOC 専任コーチの今井則夫さんだ。はじめまして。はじめまして。今井さん、今大注目のバドミントンについて詳しく教えてください。よろしくお願いします。はい、わかりました。最近桃田選手と奥原選手が BWF スーパーシリーズファイナルズっていう大会優勝されたじゃないですか。はい。どれくらいすごいことなんですか。世界で8枠しか出れない大会に出場して、はい、その大会の中で優勝した、真の世界一になったっていう好成績です。男女同時に優勝したってことですよね。桃田選手が男子シングルス、奥原選手が女子シングルスで、はい、2人とも優勝しちゃいました。すごい。もうとてもすごいことですね。この大会は本当に特別な大会なので、普段のスーパーシリーズだと自分たちでお金を出していくんですけど、このファイナルズっていうのは招待してもらえるんです。本当にそういう意味で特別な、選ばれた人しか出れない大会なんで、出るだけで参加費っていうお金ももらえまして、で普段の大会もらえるんですか。そうです。で普段の大会よりも賞金も大きかったりするんで、本当に国際大会で一番大きな大会になりますね。じゃあバドミントンの選手がみんなここを目指して頑張るっていう。そうですね、はい。ちなみにその賞金っていくらぐらいなんですか。今回桃田選手と奥原選手は男子シングルス、女子シングルスっていうシングルスのチャンピオンなんですけれども、1位になって1000万円ぐらいもらえるそうです。1000万ももらえるんですか。はい。で普段のスーパーシリーズっていう大会だと200万円とかそのぐらいだったかなと思うんですけれども、はい、そのファイナルズっていうのは優勝すると1000万円。桁が違いますね。そうですね。世界各国で強い国って、全体的に言うと何年も中国が強くて、で中国以外にも韓国、あと国技であるインドネシア、マレーシアなんかも強いですね。アジアが強いですね。アジアが強くて盛んなんですけど、ヨーロッパの方ではデンマークも強いです。はい。なんでバドミントンってそのアジアで人気なんですかね。アジアの選手が前から強かったっていうのが大きいと思います。その中で小柄な方が、そうですね、もちろん大きくて素晴らしっこければ一番いいんですけど、大きいとどうしても俊敏性がなくなったりするので、はい、ある程度体が大きくなくてバネがあったりスピードがあったりっていうような選手が勝ちやすいっていうのはあると思います。そういった意味でアジアの選手が、まあ、中国の選手なんかは体が大きいんですけれども、まあ、その中で大きい中でも速さだったりスピードだったり俊敏性もあるんですけれども、やっぱりインドネシアとかマレーシアとか国技になってるところはその国のスタイルというか、ちょっとこうバネがあるプレーをするっていうか、ちょっと中国とか韓国ではないようなスタイルをインドネシア、マレーシアはあるといいますか、国によってプレースタイルが違うんですか。ちょっとプレースタイル違うんですよね。はい。ちょっとテクニックに走るところがインドネシア、マレーシアなんかはありまして。どういったテクニックですか。もちろん速さもそうですし、騙しもそうですし、フェイントもそうですし、その中でラケットワークのこうテクニックプラスバネですね。ジャンプ力とか。ジャンプ力ですね。ジャンプ力プラス、あと柔らかさなんかもレベルが高いです。中国とか韓国はどっちかというとこう基本に忠実のミスをしなくて速い球、強い球が打てるっていう意味では中国、韓国はそういうスタイルですけど、日本の選手はどういったプレースタイルなんですか。どっちかというと中国、韓国よりちょっとミスをしなくて我慢強くラリーするっていうスタイルが多いですかね。ただそういった中でも桃田選手とか奥原選手はそれプラスショットの質が高いので我慢しなくても勝てることもありますし、長い試合しなくても勝てることあります。ただやっぱり本当の世界のトップとやり合うときはもう1時間以上超えるような試合時間かかったりするんですけど、そんなに長くやり合うんですか。長くなるんです。長くなるんですけど、その中で最終的に最後は気力、体力と技術で相手に勝つっていう。バドミントン時間じゃないので21点制なんですけど、はい、21点取れば1ゲーム終わるんですけど、3ゲームマッチで2ゲーム取ったら勝ちなんです。で2006年から今のそのルールになったんですけど、その前はラリーポイント制でサービス権がないと点数にならなかったんです。その時は本当に長時間の試合時間で2時間超えるような試合もあったんです。でもちょっと時間がかかりすぎるっていうのが一番の大きい原因だと思うんですけど、ルール変更があって2006年からラリーポイントになって、サービス権関係なしに21点取ったら1ゲーム勝ちっていうルールに変わった。多分日本の女子ダブルスの選手だと思いますけど、1時間半以上、下手したら2時間ぐらいの試合も最近ではやりますね。
そういった意味でその日本の戦い方は長いラリーをして長い試合時間をかけて最後に気力体力で勝つっていうスタイルが世界に出た時はあるかなと思いますね。それでまだオリンピックの出場が決まってないんですけれども、あ、まだ決まってないんですか。はい、4月いっぱいまで1年間、去年の5月からスタートして、はい、オリンピックレースが、でその1年間の中でどれだけポイントをたくさん取れるかによって世界ランキングが決まるので、世界ランキングの決められたランキングのとこまでしかまだ出れないんですけれども、それが4月の30日まで。4月の30日に決まる。4月30日までで大会すべて終わったところのポイントで5月の頭に分かります。そこを目指してみんな日本代表選手は戦ってるんで。オリンピックって何人くらい出れるんですか。オリンピックはですね、最大で日本でシングルスで2人ダブルスで2ペアなんですけど、はい、世界のランキングで16番に入っていないとシングルスは2人出れないんです。日本で16じゃないですよ、世界で16ですよ。世界で16、世界で16の中に2つ入ってれば2枠取れます、シングルスは、はい、ダブルスは2つ出れるんですけど世界で8番に2つ入ってないと出れないんです。そんな狭き門なんですか。そうなんです。今のところいけそうですか。桃田選手と奥原選手はそれぞれシングルスで、はい、もちろん16以内に入ってるのでもうそれより落ちることは絶対ないので、このままいってれば間違いなく出れます。ただその2番手のところで誰がその16位以内にこう入れるかっていうのが今争いなんで、そこも面白いんですよね。はい、で男子ダブルスも1ペア今県内にいるペアがいますし、このファイナルズに出た選手なんですけれども、はい、男子ダブルスでも8番に入ってる遠藤早川選手、はい、女子ダブルスでもここに2ペア出たんですけれども高橋松友選手と福間与那緒選手です。その方たちはオリンピックに出る可能性は高いですか。男子ダブルスの遠藤早川選手は、はい、今のランキングをそのまま維持して頑張ってそのままいけば確率は高いですね、はい、あと女子ダブルスもですね、高橋松友ペアはこのままキープできれば出れる可能性はありますが、福間与那緒ペアは今世界ランキング9位なんですけど松尾内藤っていうペアもいまして、このペアは今11位なんです、はい、11位。なので9と11なんでほとんど差はないんですね、はい、で4月の末いっぱいまででどっちのペアが8位以内に入るかっていうのも熱いですし、あとオリンピックが実際じゃあ始まって日本から2ペア出れたとしたらその2ペアがオリンピックの舞台で戦う可能性もあるので、日本同士での争いになるかも。ダブルスは8ペアしかいないんで多分4つ4つのペアに分かれて2つのリーグで最初にリーグ戦するんですね、はい、だから同じブロックに入っちゃうとそこで必ず試合をやるっていう可能性がありますので、出場権取るのも熱いですし、実際オリンピックが始まったらどういう予選リーグになってどういう戦いになるかっていうのも、このペア同士の戦いを見れるかもしれない。かもしれないですね。楽しみですね。楽しみですね。Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and baby, won't it be fine?You've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and baby, won't it be fine?The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly with all the taste and wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surroundYou think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait
more you're near. Wait till you see the sunshine plays. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and baby, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. The day you're mine. Come the day you're mine. And you're gonna be mine. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。新一の不思議なガレージ。あれ開かないぞ。このガレージは顔認証で開きます。ボッコさん、僕なら開くよね。認証できません。好みじゃありません。好み？強くて知性があって守ってくれる内面が出た顔がいいです。え？力強いグリルで先進的なライトで安全機能が。車の顔じゃないか。 EK カスタムの顔には内面の力強さと先進性が現れる。力強さは顔に宿る。軽自動車初オートマチックハイビーム搭載、三菱ニュー EK カスタム。詳しくはお店に。 Here we go! さあガレージに戻ってきたよ。顔認証って何なんですか。もうなんだなんだなんだ、どうした博士。ひどいんですよ。ボッコさん、僕にシャトルを買いに行かせて戻ってきたら、僕の顔が好みじゃないってなかなかガレージに入れてくれなかったんです。だって好みじゃないんだもの。 EK ワゴンはかっこいいけどね。またボッコ、お前は CM みたいなことを言って新一のやつをいじめて。いいぞ、もっとやれ。あ、シャトルがあるなら私もバドミントンやろうかな。ええ、カオルさんも一緒にバドミントンやりましょうよ。それより博士、大丈夫だったの？え？博士のカオルを見てるとトサカが出ちゃう問題は？ああ、それな。大丈夫、全然大丈夫だった。気のせいだった、気のせいなんだ。あ、そうだ、バドミントンするときメガネが邪魔かも。外すとやっぱり見えないかな。カオル君がメガネ外した。あ、博士のトサカが出てる。カオル、変顔しなさい。え、ダフンだ。引っ込んだ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。ここで番組プレゼントのお知らせです。現在番組ではコールマンとコラボしたオリジナルのマグカップを毎週抽選で3名の方にプレゼントしています。猫のピートがデザインされた特製マグカップ、ご希望の方は三菱自動車ピートの不思議なガレージのホームページにアクセスしてメッセージを送信してください。